お名前は？アバンワです。年齢は？28。職業は？個人事業主。本当のこと言えよこの野郎。まあまあまあ落ち着け落ち着け落ち着けよ。すいません、早生まれなんで28なんですよ。29の年であります。聞かれたこと言えよ。答えんじゃねえよ。落ち着け若手捜査官。落ち着け若手捜査官だったんですか。すいません、淡路さん、実はですね、はい、タッチアカデミー宛てにですね、ツイッターとか、YouTube の動画のコメントなんかでね、はい、多数のタレコミがありまして。タレコミ、はい、うん、なんでもあなたがですね、はい、ガブリエルの MV バージョンを弾いたのではという疑いがありまして、今回ちょっと任意同行させてもらったんですけども、全くないっす。で、このガブリエル MV っていうのは空の彼方ガチャでのみね、はいはい、配置されるキャラなんですけども、ね、あなたガブリエル MV、 これタッチアカデミー動画内で弾いてないですよね。どっちかは忘れましたけども。なんだよ忘れた。どっちか忘れて。ガブリエル MV 持ってるんですか。タッチアカデミーってやっぱ毎日動画配信があって、うん、はい、そのどこでどう弾いたかっていうのははっきり覚えてないっていうのはありますし、まあ、ボックスも増えてきて自分が持ってるか持ってないかっていうのはまあ把握してないっていうのはある。ん、認識としては持ってないです。認識としては。あっと手が滑っちまったやめろ若手捜査官悪いな、俺が優しく言ってるうちに言っちゃった方がいいぞあいつが本当に切れたらどうなるか分かんないぞ聞いてないと、持ってないと、まあまあ、いや持ってないな。まあここにある手元の資料によると、うん、タッチアカデミー動画で弾いた、はい、淡路の空の彼方ガチャ、うん、これ撮ったのはトーヤ、はい、空玉で弾いたトーヤ、そしてグネビア、はい、これと半蔵の MV、うん、この3体のね、はい、当たったの。来ました来ました、それは、うん、思い出しました今。それ以外はいねえんだろ。それ以外はまあいないですね、うん、ないんだろ。はい、ここにはガブリエル MV は入ってないよな。なんかそのちょいちょい淡路さん弾いてませんみたいな言われるんですよ、こっそり弾いてるだろうって。そうなんだよ。でもともとこっそり弾くのは別に良かったんですよね、立ち上がってみて。それで当てちゃうことが罪、うん、よくない。そんなことじゃねえんだよ。引くことがダメなんだよ。何を動揺してるか分かった捜査官。引くことがダメなんだよ。いや、そうじゃなかったじゃないですか。ま、いつもな、はい、昔悪くてな、悪さしてたんだよ。いや、見ましたよ。たくやさん、やめてください。どっかで見た顔だなと思ったら。今は更新してる。この野郎。やめやめ。構える引いてたあいつだな。お前も昔はあんなんだったんだ。たくやさん、やらせてくださいよ、こいつ。しょうがねえだろ。俺が吐かせてやりますよ。しょうがねえだろ、お前。いいんだよ、まあまあまあ、俺が落とすから大丈夫だ、うん、でもあれだな、空玉で弾いたのか、ガブリエルっていうのは、空玉はゲットした。空玉の映画館に行かせていただいて何度か持ってた、はい、モンスポットからいただきました、うんうんうん、はい、その空玉は今何個ぐらい。2。おかしいだろ。2? 2日間行ったんで。嘘つけよお前。最初に5個とかもらえるときは言ってないのか。最初は5個とかもらえたんですか。ジラジラしんだよこの野郎。やめとけ。知ってんだよ、お前が映画館の防犯カメラに映ってんのがいっぱいあんだよ証拠上がってんだよ。どこの映画館ですか。吉祥寺のとこだよオデオンではモンストやってないっすよ。うるせえんだよこっちは構える。構えるって誰なんですか。落ち着いてくださいよ構えるさん。構えるって誰の。まあ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 落ち着け。まあお前あれだな、もともとなんか以前から無料ガチャなんかちょいちょい引いてるみたいな。こいつはやってんすよ、そう無料ガチャ引いてるんすよ、うん、なんか特玉とかねえもんなお前。いつもいつもねえなお前。いやいや、それは取り忘れてるとかもあるんですよ。
でもここはでもはっきりしたいのが、うん、弾くのはいいんですよ。それは五右衛門さんもおっしゃってました。弾くのはいい、でも当てないでと。それは運次第だろう。で今回当てちゃったと、そういうことか。え当たんないからどうせいいだろうと思って今回当てちゃった、そういうことだろう。まあ、お前を調べてるうちになんかいろんな昔の犯罪歴がいろいろ出てきてよ。なんかあれだな、最近先輩を軽視してんな。ポテおい、どうしたんだお前、変わっちまったな。巷ではケータリング泥棒なんてあだ名がついてよ。なんてこと言うんですか。あれだな、楽屋のポテトとか全部食うし。いや、そもそもあれは1個しかなかったんですよ、ポテトがね。それをみんなで食うために置いといたんだ、あれ。ミキティが、ミキティが、スタッフさんが、スタッフさんが食べたかったのかっていう話もありますし、ポテト食べたかったよ。お俺たちがどんだけポテト好きか知んねえのかお前。それは本当に知らないですけど、でもそれ反省して、僕あれですからね、今日はちょっと入り時間より少し遅れてきてますから。それどういうことだ。ダメだ、遅れちゃう。遅刻じゃねえんだよ。みんなで先にポテト食べれるじゃないですか。ポテトに気使って僕はちょっと遅めに入ったんですよ。で今日からスタッフさんが気使って、うん、みんな平等にっつってお弁当になったんだ、一人一個。一人一個な。一人一個、偏らないよね。一人がいっぱい食べちゃわないようにな。でそれに対してお前、はい、今日の鮭、骨が多めだなって文句言ったから。おい、おい、言ってないぞ。何言ってた、何言ってた、おい言ってないぞ。本当に叩かれるんだぞ。お前クソ野郎だな、本当に。骨はたまたま多かっただけでしょ、骨は。お前とぼけんじゃねえ。こんな小さい鮭にほとんど骨だったよ。やめとけよ、お前。やめろ、お前やめろ。これ以上積み重ねる気か。クソだな、お前、本当に。まあいい、お前がガブリエル MV 持ってないって言うけど、お前いろんな人が見てんだ。でこっちには証人もいんだ。あいつか。うん、証人入ってきてくれ。はい、すいません。おい、誰だってめっちゃ。いやいやいや、なんでなんすか。血気盛んだな。証人か。証人でしょ。証人の大島さん。はい、はい、大島です、すいません、はい。この人も昔聞いてましたけどね、ブリエル。僕はもうアシャだったんで大丈夫です。ちゃんと反省してます。まあ、昔の話、はい、昔はやりましたけど、はい、もう反省してます。まあ人は立ち直れるから。そう。確かに、はい、2人は更生施設で更生しました。五右衛門の家っていう、五右衛門更生施設、五右衛門の家。お前も五右衛門の家出身か。厳しい日々でした。あそこは厳しいかな、おやつさんが。じゃあはい、ちょっと証言をしてもらってもいいですか。そうですね、はい、まあ、あれは確か事務所ライブの日でしたかね。まあ、僕家に帰って、まあ、滑った日な。あの滑った日ですね。まあ自分を慰めるためにちょっとお酒でも飲みながら、まあ、モンストミラティブってやってまして、まあ、ゲームの、まあ、配信できるんですけど、まあ、それでモンストやってて、まあ、視聴者さんと神殿でマルチやってたんですよ、うんうんうん、そしたらそのあわわちゃんっていう人が入ってきたんですね。で、あれ淡路かな、お前か。いや、うん、最近でもね、まあ、フレンド申請なんか見てもワッジェイって名前の人とか、まあ、そう、あもうちょっと、まあ、ファンとか、はい、一応証拠画面もありまして、ちょっと見てもらっていいですか。証拠画面、はい、はいはいはい。で、この画面ですね。で、淡和ちゃん入ってるじゃないですか。ああ、はいはい、はい、これは淡和ちゃんじゃないか。で、フレンドマークもついてますけど、本当だね。まあ、でもまあこの段階では、いや、これは誰か仕組んでんすよ。そう、誰か裁判、あわわちゃんっていう名前にしてんのかなと思って。え、これ大島さんあれだね、はい、割とこの視聴者の方とかもフ はいはい、フレンドに結構いると。まあ、いますね。だもしかしたらそういう人がふざけてやった可能性もある、はい、で、このガブリエル MV であわわちゃん入ってきて、 あれ、これこいつやったなってなったんですよ、視聴者さんもみんなで、うん、ただ僕はいや、まだわかんないと、そんなはずない、信じたくないと思って、うん、まあどっちかなみたいな話をしながらやってたんですけど、うん、最後ちょっとこの画面見てもらっていいですか、うん、ラインマークついてる。ああ、これやったな、お前、お前だな、お前だな。これラインマークついてるってことは、うん、ラインで繋がってる、ラインで繋がってないと出ないマーク。視聴者さんとはラインでは繋がってない、繋がってないです、ね、おい、なんだ今肘当てたな。おい、肘当てたな。たまたまですよ、まあまあまあ、これは動かぬ証拠なんですよ。公私公害だぞ。どうなの、え、もういいだろ、お前だろ、お前だろ、ネタは上がってんだよ。
お前引いたんだろ。証拠がこんなにあんだよ。たまたま出ちゃったんだろ。視聴者さんからもこの立ち垢のスタッフ宛てにいっぱいタレコミが来てんだよ。あわはやりましたとあいつやってますと、信じらんないぐらいの多さで来たらしいぞタレコミが。まあまあ5人ぐらいしか見てないですもんね。ミラティブ申します。まあそんなぐらいしか見てないのか。100人ぐらい見てない。ああそんなに見てんのかお前のミラティブ。そうっすね。まあ、生意気だな。標的がちょいちょい僕になるんだな。だいたいホタテのなんか貝ひも食べながら生配信するやめろよ。おお、やってますわ今。え、はい、見てるってこと。咀嚼音がすごいぞ。見てますこいつ。ちゃちゃちゃ見てるな。見てんな。ミラティブ見てんな。俺一回も見たことねえから知らねえぞそんな。それは見てください。それはそれで。おいこいつ逮捕ですよ。もう先輩、はい、映像残ってますよ。逮捕しました。ガブリエル引いた映像ちゃんと残しています。それじゃあ上げてんのかスタッフさんに。えー、上げてんのか。これから上げますか。ほらそんないくらでも言えんだよ。いくらでも言えるぞ。俺だってじゃあカマエルの画像撮ってるぞ。いや、言えば言ったもん勝ちだろ。言ったもん勝ちだろ。俺だって撮ってる。とりあえず今の発言はもうガブリエル引いたってことでいいな。えー、認めろよ。もう引きましたよ。よっしゃ言った。はい、吐きましたね。引きましたよ。なんだそれは。花子よりだ。おい花子よりだ。中古じゃないでしょうね。中古じゃない。中古のこれだけはダメだよ。おい。中古の配信。花子こいつ痛い。何してる。どうした。なんで足つってんの。足つってんの。なんで足つってんの。なんで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 足つってんの。なんでなんだよ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 今なんだ今の。ちょっと足つっただけ。関係ねえとか。足つるんじゃねえよお前。なんで足つるか知ってんだよ。自分に引け目があるからだろう。何の話だよ。どういうこと。何の話だ。知ってんすよ僕。何を。先に言うなら言った方がいいと思いますよ。何の話だ。知らねえよ。こいつはもう足洗ってんだよ。あ、そうそう、構えるでしょ。適当なこと言うんじゃないぞ。適当なこと言うなよ。またやりやがったんだ。おい、どういうこと。いやいやいや、ちょっとマジで和也さん、あんたも勝手にその名前引いたでしょ。いやいやいや、じゃあお前やめた方がいいよ、そういう。ま、お前こいつはな、更生したんだよ。五右衛門の家っていうの出てな、更生したんだよ。そうそう、一緒にね、やってましたから。いや、まあそう信じたい気持ちも僕もありました、最初は。え、ただね、五右衛門さん、どこ行くんだよ。これ誰の携帯か、見覚えございませんか。はい、うん、ロマンチックなギャル、和也さんですね、うん、はい。あれ、あ、あれ一番上、ちょ、あれ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 、ちょっと待って、待って、あれ、カナタ引いてましたっけ。今回カズヤが、引いたのはスサノオ、トウヤ、ソラ、ガブリエル MV、ペリー。あれカナタ引いてないな。うわ引いてないな。うわぁやべえ、やったなお前。やべえやつだ。あんたが一番やばいやつなんだよ。髪もおかしいと思ったんだよ、髪型も。バレなきゃいいんだよ。当たんなきゃいいんだよ。ただ俺が運が良かっただけなんだよ。クソやろ。クソやろ。おい、もうこれ選べ。罰ゲーム。花子より、花子より1分。いや、和也さんか僕だけじゃないですか。お遍路。四国のお遍路回るか。あれすげえ時間かかるらしいですよ、歩いて88箇所。
今またあの職質すごいされるだろうから余計時間かかりますよ。やれやれやれよ。じゃあ座れ、二人座れ、同時に1分我慢しようぜ。ちょっと鼻かよりのスパンが短くなってませんか。そんな、いや本当に引くんじゃなかったな、こんなことされば。あー思い出す。いくぞ、よーいスタート。くやめてください。こっち全然ずっとこっち全然あのちょっと来てる。どういうズボンだよこれ。横全部開くってどういうズボンだよ。バスケのそのすぐ出れるようにするためのズボンでしょ。辛すぎた。どうだ、もうやんねえな。もうやんない方がいい。すいませんでした。やんない方がいい。もうやんねえな。もうやりません。もうやるなよ。すいませんでした。マジで。いや本当にあのポテトはあれ以来食べてないんで。ポテトはいいんだよ。すいませんでした。もうやりません。すいません。はい。すいません。次やったらもうこんなんじゃ済まないから気をつけろ。はい、はい、ということで皆さん高評価コメントチャンネル登録、他にもタレコミあったらお待ちしております。自由だな。今日も見てくれてありがとうございました。また明日も見てください。バイバイ。すいませんでした。